どうも、近江飛龍です。昨日で5月の17ライブの生配信が終わりました。佐賀に行く準備が、整って行ってます。変な日本語。もう髪の毛もね、切りに行きたいんやけど、全然行けてなくて、なんかモワモワになってきて、モコモコになってきて、ちょっとすかないかなってね、こう、すいていって、ちょっと、髪の量をみ、あの、少なくせないかなと思ってるんですけど、まあ、もともとそこまで量はないんですけどね。でも、おかげをもちましてですね、獅子組、ね、近江飛龍応援団の、獅子組の証、グッズがですね、昨日発売となりまして、おかげで、えらい勢いで、ご注文いただきまして、誠にありがとうございます。今から、発注されました、商品をすべて対応させていただきたいと思いますので、発送作業の方に移りたいと思います。多分これ今日一日がかりです。この発送作業は。頑張ります。なんか発送作業と、マクドナルド食べてるイメージしかないよね。この YouTube 近頃。じゃあね、頑張ります。確か2個。ありがとうございます。ゲロちゃんキーホルダー2個、そして大明神キーホルダーも2個。ありがとうございます。3500円以上お買い求めなので、代引き手数料は当社が負担させていただきます。案外代引き手数料高いよね、これね。これ運送会社にね、払わなければならないお金ですからね。そこはきちっと。代引き手数料、サービスと。代引き、手数料、サービスと。オッケー。はい、ところ変わって、3階です。なんで息切れてるか。さっきの、さあ、頑張るぞって言ってからもう6時間経ってます。あのね、本当にありがたいことなんやけど、獅子組の注文が多すぎてね、今日一日終わらない。やっと3分の1終わったぐらい、6時間かけて。納品書とか研修書とか、会社形式でやってるから、そういうのを全部残しながら、一個一個チェックして、目でチェックしてもたまにね、僕、間違い起こすとおかしい時もあるんやけどね、たまにシールが入ってなかったりするんやけど、なるべくそういうことがないようにと、一個一個チェックしてっても、6時間かかってやっと3分の1か、ちょっと終わったぐらい。本当にごめんやけど、これ6月の、竜頭園まで持っていかないと多分間に合わないです。こんなに注文があると思ってなかったから、本当にありがたい悲鳴です。でも今日はちょっと一回そこで、打ち切って、もう竜頭園に行く準備してます。はい、見てわかる通り、ここ。はい。いつもの、17ライブの、私のスタジオです。一応ある程度は持っていくものは、まあ、コードとかね、まとめて、今こういう感じで、ちょっと劇団のやつを借りてるんでね、それは劇団に戻さないといけないんで、今そういう作業をしてます。いやいや、ありがたいけど、本当にありがたかった。本当にありがたかったけど、そこまで 注文してくれるって、とは思わなかった。ありがとうございます。ありがとう、本当にありがとう。これさ、家でさ、ドラムライブさ、D ライブやろうと思って、ペダルも全部持ってきてたのに、今回使わずまま 1ヶ月が終わってしまった。 これも1回も使ってないからね。また次帰ってきた時に使うね。本日は5月の、29日。はい、おはよう。今日から、大阪を離れて、九州は佐賀県の方に移動したいと思います。
近江飛龍劇団にとりましては久々の遠征公演となります。また本当はね、5月の初旬の当初は、このコロナの影響で1回は、中止になりました。その後6月の10日ぐらいに、急に、ちょっともう1回やってくれないかという話で、ちょっと僕もちょっと1回お断りしたんですよ。ちょっと急には無理やと、劇団座員各それぞれの、スケジュールがちょっと合わないということで、で、もうまあちょっと話し合いしまして、うちの劇団もですね、ちょっと全員というわけにもいかないんですけども、行くことになりました。また向こうで現地で落ち合う、ゲストメンバーとかもいます。佐賀の方に行きたいと思います。またタバコ吸ってますね。あれさ、ちょうど待ってた。荷物も積み終わりまして、今から佐賀に、出発します。ただいまの時間、あ、ちょっとこの時計がだいぶ進んでるんで、ただいまの時間12時30分お昼のね、今から走ってだいたい夜の、8時から9時を、到着目指すに、走ります。では久しぶりに、九州の地に降り立ちます。では行ってきます。今大阪を出発しました。今、淀川を渡ってるところですね。いやこれ淀川じゃないわ、大和川や淀川やなかった。今から約、9時間弱、陸路で九州は佐賀県の方に向かいます。ほぼ1日がかりだね。昼ご飯、ちょっと遅めのお昼ご飯、もう夕方の4時なんやけどね、食べます。アジフライも美味しそう。食べる食べる、デミカツ始めた。2日連続のカツカレー、いただきます。ご飯のとこでしないの、下地いただきます。フーザー行ってた、到着してあ、フアジのフライ盗み食い。ごちそうさまでした。やった、アジのフライもらった。俺アジのフライ好き。アジのフライ好きやね。おいしい。ごちそうさまでした。はい、あんたたちも長旅になります。おトイレ休憩。おトイレ休憩。どっちに入ろうかなーこっちよな。
よいしょ。トイレすっきり、再出発。再出発のつもりでしたが、ちょっと小腹が空いてきたんでね、ちょっと今から、お菓子、なんか、僕ね、運転するときにね、すごいなんか物を食べるんですよ。だから、運転するとね、太るの。じゃあちょっと、太る元買いに行きます。これあんたは絶対待ってるね。はい、よいしょ。はい、はい、行くよ。分かった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 。はい、じゃあ。ただいま、夕方というかもう6時じゃないわ、7時や。夜の7時です。日が暮れようとしております。もうというかもう暮れてるんやけどね。ああ、もう日が長くなったね。いやー、今まだ広島です。これからですよ。途中ちょっと、すごい眠たくなって運転を変わってもらったんやけど、まだこれから先ですよ。山口県、そして福岡県、そして佐賀県です。もう、頑張ります。はい、行こう。お散歩タイム。パラ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 。今やっと本州から、九州に渡るため、関門橋を通過中です。本当に何年ぶりで、10年ぶりぐらいちゃうかな。ちょうど九州に来るのが本当に久しぶりです。ちょうど、北九州と下関が見えた。今ちょうど九州に入りました。ただいま、夜の10時30分、あと、竜頭園まで約1キロちょっとですね。もう到着します。劇団座員はもう先に到着してます。じゃあ行きましょう。めっちゃでかいね、これの看板。はい、どうもお疲れ様です。ただいま佐賀県は、ホテル竜頭園に到着しました。ただいま夜の10時半、お昼の1時ぐらいに大阪を出て、まあそこそこ、まあ、休憩しながらやってきました。今からちょっと部屋に入って、今日まだ荷物がつかないんで、部屋だけ用意していただいてるんで、今からちょっとコンビニまで行きたいと思います。まずはちょっと部屋入ります。